皆さん、こんにちは。潜在意識を制する経営者はビジネスを制す。その十これを行います、えー。スラムダンクのですね、有名な言葉なわけなんですけども、潜在意識を制する。潜在意じゃなくてですね、他にありました、えー、この経営者はビジネスを制すというふうなことで、えー、その10回目。えー、この、このですね、プログラムというのはですね、この、 潜在識コントロール法っていうのがありまして、えー、なぜ成功している経営者は皆ソニーで研究した潜在識コントロールを学ぶのか。こんなタイトルでですね、えー、このオンライン体験セミナーっていうのを開催しております。で、えー、私がですね、潜在意識マイスター山崎阿蘇なわけなんですけども、1万人以上の人を成功に導いたソニーでの潜在意識研究の第一人者、えー、私がですね、その秘密を実習とともに明かします。 というふうなことで、えー、こういったセミナーをです、ね、やっております。概要欄からです、ね、URL をクリックして、ぜひ申し込んでください。で今日はです、ね、この潜在意識コントロール法の中の、えー、催眠療法というふうなやつなんですね。で、このどんな、えー、催眠療法もです、ね、同じかというとです、ね、そういったわけじゃなくてです、ね、このソニーで研究してきた催眠療法だからこそです、ね、上手に潜在意識がコントロールできるわけなんですね。 で、この、えー、っとですね、これが、えー、催眠療法をやっているところの写真なわけなんですが、写真を撮るんでですね、えー、非常に近づけているんですけども、実際には2メートルぐらい離れたところでですね、えー、行っております。なので、コロナの時もですね、安心して受けることができます。えー、ところが、さすがにですね、えー、この道中大変だとかっていうような感じの場合にはですね、この自宅にいながらも催眠療法を受けるというようなことができます。 瞑想法の方も自宅にいながら瞑想をですね、することができますし、催眠療法の方も自宅にいながら催眠療法を受けることができます。まあ、瞑想も催眠もですね、目をつぶってしまえば、えー、っと、この同じということで、意識のエネルギーっていうのは、えー、この意識のエネルギーとか、気のエネルギーとか、そういうのを、えー、送りながらやってるわけなんですけども、それをですね、えー、この、 ゼロポイントフィールドというですね、そういったネットワークを使いますとですね、瞬時にこのつながりますのでですね、こういうふうな形で、えー、普段はやるんですが、こういった、えー、いうふうにですねお、お家にいながらですね、こ,のこういったリイネングチェアがあるといいんですけども、ない場合にはですね、えー、このベッドとか、それからソファーにですね、クッションをこうやって置きまして、えー、で,で、これはあのー、 このセミアあの話を聞いているときなんですけども、実際にこの瞑想をするとき、催眠療法をするときにはここにですね、えー、こんな感じで断ってもらえばですね、それでも起ってしまうというふうなことです。これでこの潜在識コントロール法の,の中でですね、えー、扱っている、採用している、えー、催眠療法はですね、2日間標準コースっていうのをやっています。えー、実際にこの、 えー、ラリアンスのですね、えー、催眠のコースというのは、半日コース、1日コース、そしてこの2日間の標準コースというのがあるんですけれども、このコースが、ね、非常にこの、えー、効果が高いので、ですねこれを採用しているわけなんですけれども、それもですねこの標準コースを3回、えー、できるようにですね潜在資の投法で行っております。でまず、この一番最初にですねあ、えー、催眠の詳細というふうなことをするんですけれども、えー、これが時間は、えー、といつ始まるかというと、 朝の9時に始まりましてですね、夕方の6時に終わると。また別の日の朝の9時に始まって、夕方の6時に終わるというふうなことになります。で、それでこの、このところで催眠に上手に入り方っていうのをですね、お伝えしまして。で、このところで、あの、 年齢対抗っていうのはですね、子供の頃に意識を戻すっていうふうなことをするわけなんですけども、で、それで、えー、お母さんについて、えー、大体1時間半ぐらいですね、このところにありまして、それで、えっ、ー、と、2、30分間のですね、えー、その後、カウンセリングのようなものを行いましてですね、で、次に進むと。で、この時に、えっ、ー、と、まあ、一番最初の頃っていうのはですね、なかなか上手に催眠の状態に入れない方もいらっしゃると。で、それなんで、上手に入るにはどうしたらいいかって、ここでアドバイスをしましてですね、これをやると。 またさらにアドバイスをしてこれをやるっていうんですね。非常に上手に、えー、催眠を始めたの人もですね、えー、深い催眠の状態に入れるというふうなことになっています。ところが、他の催眠療法をやるところではですね、えー、これをやってからですね、あ、また1週間したら来てくださいねとかですね、で、次、次、これをやると。で、これをやってからまた1週間してから次に来てくださいねっていうふうにこれをやるっていうんでですね、一週間も経つと、せっかく、えっ、ーえー、と、したアドバイスもですね、忘れてしまうっていうんで、なかなか深いところまで入れないと。 ハイデアンスの場合には、えーと、この4回続けておりますので,です、ね、ズドンと深いところまで上げると。だから、この部分、この時が一番あの深い最後、えー、の状態に入っております。それから、この過効性回議っていうのはですね、前世療法のことなんですけども、えー、とパーストライフリグレッションといってですね、パーストライフ、過ぎ去ったです、ねえー、人生をですね、リグレット、回帰するというふうなことなわけですが、でそれでこの前世療法、 これもですね、えー、この一番最初の前世の方が一番ひどくて、どん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 前世の、前世のですね、深いところに入っていくことができるようになりまして、で一番最後にはですね、なんと人生の目的、自分のですね、えー、が何のために今、生を持っているんだろうかというふうなことがですね、分かってしまうという、非常にすごいことなわけなんですけれども、こうやってやることによって、自己を癒し、能力開発、性格改善大体自分になってですね、幸せな人生が遅れてしまうんだというふうなことなんですよね。 でまず、この一番最初はですね、この年齢対抗の説明なんですけども、この年齢対抗、この潜在式の中にあるですね、えー、様々なこのデータがありましてですね、それを探っていくと。普通の正体ですと、この潜在式の扉が閉じているのでですね、この中身を探ることができないわけなんですね。ところが、年齢対抗時にはですね、その催眠の状態に入ってますんで、潜在式の扉が開いていると、まあ、いうことはですね、この普段はこの音の部分、 えー、この表面意識のですね、これ大人の自分ですけども、この部分でですね、えー、いるわけなんですけども、えー、っと、それで、えー、子供の頃のですね、色とか、それからまあ前世からのですね、いろんな影響を、このところに情報として入ってですね、これが現在の我々にですね、大きな影響を与えているわけなんですけども、で、その中の年齢対抗なんで、子供の部分という、こう自分が子供の頃の部分というのを探っていってみようと。で潜在宿の扉が開いてですね、子供の頃の部分をこのところに呼び出してくるわけなんですけども、 これで、この、えっ、ー、と、年齢対抗時は、子供の意識と大人の意識の両方が存在しているというふうなことなんですね。で、それでですね、この、この部分だけですと、なぜ今の自分の性格ってのはこうなってるんだろうかなと。それが今なぜ、この自分のいろんなビジネスとかに問題が発生しているのかなとかっていう感じで、よくわかんないですね。ところが、この子供の部分をですね、えー、しっかりと感じておりますと、ああ こんなことがあったな、そういえば、みたいなことをですね、思い出せるわけなんですね。で、そうすると、この部分の、この性格や運命のデータのこの部分はですねえ、子供の頃にですね、誤解してると。知識経験が少なかったんでですね、いろんなことに対して誤解をしてしまってると。例えば、 お母さんがですね、ええー、お父さんがいてですね、なんで夫婦喧嘩するんだろうとかっていうような感じで、いやだな、夫婦喧嘩とかと思いながらですね、生きてるわけなんですけども、大人になってくると、あ、なかなかそうなんだ、というような感じで、夫婦喧嘩の理由も分かってきたないかするわけなんですけども、その嫌だなと思いながらですね、お父さんとお母さんの夫婦喧嘩を震えながら聞いていたとかっていうのを ことがあったりなんかしたときにですね、えっ、ー、と、なんか結婚したらみんなこうなっちゃうんじゃないかなと思ったりなんかするんですけども、ところが、えー、ちゃんとですね、大人の意識でですね、こういったのを感じ取ってみると、あ、うちのお父さんとお母さん、こういったかあのー、関係だったからそういったことも消ししまったのかとかっていうのはですね、わかったりなんかするわけなんですね。それからあと、自分自身がですね、その仕事をでもってなかなかうまくいかないと。えっ、ー、と、自分の言いたいことをなかなか整理できないとか、えー、自分が、えー、 人間関係が、自分の人間関係が非常に悪いとか、っていうようなことがあったりなんかするんですけども、大体あの、そういう人間関係が悪いっていう風な場合にはですね、え、子供の頃の家庭関係もですね、お父さんとお母さんが不仲だったりとか、それから、えー、兄弟喧嘩がですね、えー、盛んに行われていたりとかですね、えー、それからお父さんやお母さんが、えー、育児に対してあんまり興味がなかなくて、ほったらかさにされてるとか、そういうようなことになっていると、お人になってもですね、なかなか無理がないとか、それからと、子供の時代に、 えとお父さんやお母さんがですね、しっかりと自分のことを守ってくれずにですね、えー、すぐにあの保育園かなんかにいられてしまったと。でそうすると、えー、保育園だといろんな子がいてですね、何か一つのことに集中してると、他の子がやってきておもちゃを取られてしまったりなんかするってうんで、自分の身も守らないといけないと。まあ、兄弟でもまあそうですけども、えー、と他人ではないんでですね、兄弟の場合は。えー、そのあるいはお父さんやお母さんがいつも見てくれるんで。 えー、見てくれるとしたらですね、見てくれないお父さん、お母さんを友達をしてなくてもいる,いるんですけども、こうやって、えー、してくれるんでですね、自分のやりたいことに熱中できると。それが何かじあの怖いことがあったり、辛いことがあったら、そのお母さん,あんとかって言ってですね、抱きつけば、えー、お母さんがいればそこでできるわけなんですけども、ところが保育園なことですとですね、えーと、たくさんの えー、こうですね、一人の保護さんが見てますんで、一人の子に、抱っこしてるわけにいかないとかっていうんでですね、えー、それなんで、なかなかこの辛い思いをしてしまったりなんかするわけですね。まあ、保育園が悪いっていわけじゃなくて、そういったことが起きてしまう確率が高いということなんですが、でそういった様子をですね、大人の、えー、意識でですね、正しく干渉に乗すことができると。 でそうすると、ああ、そうだったのかと。自分が、えー、のことを責めていたんだけども、それは自分の中で大きな勘違いをしてるからなんだなっていうんでですね、様々な内容の原因がわかってですね、解決ができてしまうというふうな、えー、こんなことがですねできてしまうのが、遠霊対抗療法というやつなんですけども、えー、っと、なんかあって今ですね、時間が経ってしまいましたが、えー、このようにですね、えー、この、 自分自身のですね、意識をですね、えー、しっかりと観賞で直してですね、ここ大きなプラスを、えー、入れることができるというふうなことが、まず年齢対抗療法の一番最初でした、えー。そういったわけで、このようなことをですね、さらに詳しく説明しているのが、この潜在士コントロール法のですね、オンライン体験セミナーです。えー、この内容がですね、えー、書き下の概要欄のところのアドレスをクリックしていただきますと、体験セミナーに申し込むことができます。 ぜひですね、えー、来ていただいて、えーこの、この1万人以上の人をです、ね、成功に導いたその方法をですね、えー、知っていただきたいと思います、はい。今日はどうもご清聴ありがとうございました。